日立第二高等学校出身のイラストレーター三浦奈穂子さんの講演会、先輩からのメッセージを始めたいと思います。私たちがこれから、まあ、3年生もうすぐ卒業ですけれども、社会に巣立っていく上で今日こうして OG の話を聞けるってことは、私たちの心の糧にもなるものと強く信じております。三浦さん、可愛らしいですね。はい、じゃあ、今茨城を、あ、じゃあもう一回大きな拍手いいですか。お願いします。頑張れ茨城。お辞儀できるんですね。あなたの人生は映画のような一つの物語。他の誰でもなく主役を演じるあなたが物語を動かしていく。あなたの人生の主演はあなたという思いで、つけたものです。で、この自分の人生を動かしていくのは自分だって思うときに、ぜひこのあたりに力を入れて思ってください。で、人生を動かすって、じゃあどこに動かすんだろうっていうのはどこだと思いますかね。わかるかな。ちょっと一瞬考えて見てください。で、私が思っているのは夢に向かって動かすんじゃないかなって思います。僕っていいでしょ、君も素敵。これで最後の一枚です。私が感じたのは、笑顔と笑顔がつながって宇宙に歌が響き出す、こんな世界がいいなと思ってます。やっぱりそこいいところをついてくれたかもしれないんですけど、人のって思う癖がちょっとあるんですね。で、今の私の課題は自分っていうのをすごくこうもっと掘り下げたり、もっと自分を知りたいっていうのがあるので、ちょうど今課題になっているところではあります。さりげなくいろんな苦労をなさったとは思うんですが、生徒に届く言葉で、しかも私たちの学校は非常にスポーツも盛んなんですけど、将来茨城国体を目指して活躍している者もいるし、そういう中でそのマスコットシンボルのマスコットキャラクターを書かれた方が本校の OG だということで、すごく誇らしく感じたのではないでしょうかね。私も非常に嬉しく思いました。ちょっと困難があったり、うまくいかない、こうじゃない、このスムーズにいかないなっていう時こそ、実はチャンスがあるかもしれないんです。面白いものが、自分だけのものが生まれるっていう。